スノーマン、深沢達也、メンバーが僕以上に喜んでくれた、相葉雅紀主演、今日からヒットマン、で約10年ぶりに地上波連ドラ出演。本作は、美優博士による同名漫画をドラマ化。平凡なサラリーマン、稲葉重吉、相葉、が、ある日突然、伝説の殺し屋の名を継ぐことに。愛する家族を守るために、裏社会で奮闘する様子を描くアクションコメディードラマとなっている。深沢が演じるのは、そんな重吉がサラリーマンとして勤める会社でやる気なし、責任感なしのダメダメな部下である山本照久。仕事よりもプライベートが大事で、重要な企画書の作成もミスばかり。口だけは達者なダメ上司、遠藤、勝村正信、と共に重吉を困らせる。深沢は、地上波の連続ドラマに出演させていただくのは、およそ10年ぶりなので、今回のお話をいただいたときはすごく嬉しかったです、と感慨深い様子。また、僕ももちろん嬉しかったのですが、8人のメンバーが僕以上に喜んでくれて、胸が熱かったです、と、スノーマンのメンバーからも今回の出演に関して、大きな祝福があったことを明かす。